ジャパンストックチャンネルは毎回上場企業経営者をゲストにお招きして、 IR 資料ではなかなか分かりづらい成長の裏側を聞いていく株式情報番組です。はい、今日のゲストは東証マザーズ上場、証券コード3674、大川竹中さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。気になった決算の人を呼ぶという勝手なコーナーをですね、始めてまして、これやるとき誰呼ぼうってなったら、気になりましたか？気になりました。呼びやすい竹中さん、はい、呼びやすいってダメか。3回目の出場、最多出場、福留か坂本か岩瀬かみたいな、竹中かみたいな。オールスターですか？オールスター。分かりますやっぱり、はい、まずはですね、もう今どこに行ってもこうやっぱりその新型コロナウイルスの話はあると思うんですけど、どうですか？正直言うと3月はちょっと食らっちゃったんですよ。はいはいはい。で4月5月はまあ逆に追い風になったという。ちなみに食らうっていうのは、どういう観点で影響ありました？基本的にはインターネットの会社で特に EC 支援とかをやってるんですけども、うんうん、副業スクールというのをやってるんですね。メルカリで売ったりアマゾンで売ったりみたいな、うんうんうん、中国で売ったりみたいな、うんうん、でそれのやっぱり強力な獲得手段の一つが、うん、リアルセミナーだったんですよ、うん、で割とまあ多くの方が毎月ですね、うんうん、こうそこ経由で入っていただいてたというところが、うんうんうん、まあ、3月、まあ、4月はピタッとやりましたので、企業 のマーケティング支援もやらさせていただいてるんですけども、はいはいはい、そこにやっぱり我々 のクライアントとかも例えばリスティング広告止めますとか、一旦ちょっと店舗閉めますみたいな感じでいくと、うんうんうん、まあ、3月はかなり影響を受けたかなっていうところです。EC サイト関連は結構調子がいいと。そうですね、やっぱ4月はですね、逆にすごい上がってきまして、緊急事態宣言になると、まあ、基本的にはもう家に皆さんいらっしゃるんですけど、うんうん、そうですね、もう完全に、はい、EC で物買ったりとか、うんうん、あとまあ企業側もやっぱりEC でこれからはリーチしないと対応できないということで、実は我々がやってるその、多店舗ガイドとか、うん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 、あと B2B の卸サイトのネッシーとかっていうのがものすごい勢いで伸びまして、特にネッシーに至っては過去最高をさらに倍以上更新すると、まあ、5月になっても、うん、まあ、基本的に好調を維持しているので、うんうん、まあ、これを機に流通小売業界がいよいよ EC シフト全面的にし始めたなというような認識を持ってますね。消費者が EC に慣れちゃったんで、うん、そうですね、確かに確かに。実際私の知り合いも今までやっぱ商品を見て買わないとって言ってた結構ご高齢の方が、うん、なんか楽天アマゾン使い始めたら、うん、ものすごい便利だよねとか言って毎日毎日もうどえらい量が家に届くみたいな。ネッシーに関して言うと、3月のもう倍近い数字で、お試しの方はもう 3月もそして4月もということは、もう 5月も普通に考えたらこれまあ足元上がってるわけですもんね、おそらく。まあそうですね、はい、はい、おそらく上がってますね、はい。とかまだ開示できないか、はいはい、上がってるような気がします。あ、上がってるような気がする、はいはい、あと業績の予想変更なしと。今修正する必要はないだろうということで、はい、EC の去年上場したベース、はいはいはい、まあ、EC の、 そのサイト制作、はい、再制作というかプラットフォーマーですけど、うん、もうすごい勢いで伸びていきましたもんね。海外だとショピファイとかですね、もう個人が本当に世界中で自分の店舗で物が売れちゃうみたいな、うんうん、本当に今日本のみならず世界中で EC に乗り始めたなっていうのを感じますね、うん、そうですね、なるほど、はい、EC の幕開けというか、まあ、元年までいかないですけど、ね、近いところありますよね、はい、いいこと言いましたね、僕今幕開けさんの話かなごめんなさい、ややこしかったですね我々は結構使ってるんですけど、うん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 、やっぱりまだ一桁パーセントなんですね、うん、普及率が EC 化率ですよね、日本の、はい、うん、今回のコロナの影響もあってですね、うんうん、もう軽く 10% 超えていくだろうって言われてますので、はいはいはい、そう単純に考えても 7% が 10.5% になっただけでマーケット 1.5 倍ですから、今回、まあ、保有銘柄のインキュベーションの方も IPO 銘柄もまあ出ましたね、まあ、我々が本当に14%ぐらいですかね、株を持たせていただいているかなりですね、14%会社が上場、はい、しまして、うんうん、まあ、それでちょっと BS が膨らんだという状況があります、うん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 、まあ、以前もお話しされていると思うんですけど、まあ、その診断治療予防 の、はい、まあ、オークファンとして捉えているその概念を一回ちょっと紹介してもらってもいいですか。その EC とかリアル店舗のデータがたくさん入ってきますので、うん、はいはい、この商品がいつどこの販路でいくらで売れるかっていうのが、うん、まあ、かなりの精度で当たると、うんうん、まあ、どこでどれぐらいで売れればいいんだっけっていうアドバイスがまあできるようになります、うんうん、で一方で今度そうするとやっぱりデッドストックとか、うん、もうそろそろ見切った方がいいよねっていう商品がたくさん出てくるので、うん、まあ、そういうものを破棄されることなく、うん、まあ、再流通させると、まあ、過剰在庫にならないように
そうですね、予防の観点ですよね、はいはい、C 品 B 品といった商品が、うん、実はお客様が求めているケースもあったりするので、うん、去年の9月決算を締めた後の11月の発表で、オークファンは、まあ、何屋さんなのかの定義は、小売流通業の課題を解決する会社でしたっけ、まあ、そうですね、はい、昨日見たはずなのにちょっと忘れちゃった AI によって解決する、はい、AI にちょっと今オールスターのあれじゃないですか、オールスターちょっと選手のに目がいってます、はい、AI によって、うん、まあ、あの小売流通の課題を解決するんですけど、うん、ミスマッチによって捨てられていた商品とかがですね、やっぱり減ってくるので、はい、廃棄ロスのパイオニアとして走ってきたなと思ってます、うん、はい、うんうんうん、そこはブレてないです、はははは、ありがとうございます、はい、半期決算のおさらい、僕の思いつき特別企画のいい事例になったと思うのでありがとうございましたありがとうございますまた半年後ぐらいに、いや別にいつでもいいですけど、はい、いつでも、はい、じゃあまたジャパンストックでお会いしましょう、ありがとうございました。